どうもヒデです。こちら、さあ今回こちらデリシャスパーティープリキュアキラキラクリアカードガム、うん、ですね、全種オリジナルの書き下ろしイラストだよと、はい、いうことでですね、はがきサイズのキラキラクリアカードが1枚入ってます、はい、とソーダ味のカムで、はい、はい、では早速開けていきましょう。で、はいはい、いいよ、いいですか、うん、半額です。はい、はい、正直、はい、全種オリジナル書き下ろしじゃなければ買いません。はい、でした。で、そう、最初見た時ね、1枚入りって書いてあって、これだけかなと思ったんですよ。うん、あ、そうそう、そんなことないよねと。一応全種とは書いてあるから、何枚か、まあ、あると思います。まあ、最低3枚あるんじゃないかなと。そうだね、うん、思うんで開けていきます。あと私服もあるかもしれない。ここ裏に私服書いてるの。ほんま、ほんとですね。私服6種類とかかもしれない。行きましょう。何種類っていうのは書いてないです。そうです、はい、そう、何種類って書いてなかった。そうそうそう、それだけ、ね、さあピンクが見えたぞ。行きます。お、やったよ。ナゴミユイちゃん、プレシャスかな。ナゴミがいい。ナゴミかわいい。マジでかわいすぎない？あ、ほら私服バージョンもあるじゃん。ええ、これアップじゃないの？アップじゃないっぴやん。そしてガムが、あ、お、このアップが欲しいんだよ。あ、これ裏に、あ、書いてたけどさ、下敷きとしても使えちゃうから、ま、書き下ろしですよね、それ。うん、見てて。あ、全部書き下ろし。すごい。でも見て、ほら、プレシャスの大人びた感じしないこれ。ちょっとね。ね。こっちはね、かわいい。ポストカードに下敷きにも使えちゃうと。そうですね。でかいな。さあ次開けます。お、はい、青が見えました。お、ココネちゃんですね。来たよ、来たよ。やばいって。やばいって。入らない。どのサイズだ？やばい。入るサイズない。見てください。来た。この私服いずれあれかな、アニメとかで出るかな。出るじゃないですか。さあ次、めっちゃ可愛いじゃん。あと出てこない気が。色がピンクだが、色ピンクだが、さあ待って、こっちこうです。え、アップ来ないの。アップ来ないですけど、でも一応こっちの方がアップはされている感じです、ね、嬉しいけどさ、その表紙みたいなあれが欲しいんだけど。あ、そう。そしてダメです。あかん。さあ次行きましょう。さあまだあの子が出てる。やめやの、ランちゃん、ランちゃんが出てる。やめやの。黄色か。これは青ですね。黄色が出ないじゃん。黄色がマジ。だが、かぶらない。こっち、横バージョンです。さあ、そういうことは次が横の、横、縦横のヤムヤム様が出るんじゃないかなと。青です。これもこれも一緒じゃん。一緒なんだよ。一緒じゃん。うわーっと、ダブリンリン。おい、やっちゃったね。ダブリンリンだ。順番にやっとくか。やつにちょっと頼むよ。確かにこんな買う必要はなかったかもしれません。半額だったんだ。ピャッ。あ、ほらほら、それ。おいおい、この私服よこせよ。うん、どっちかって言ったら欲しかった。これね、これ欲しかった。やば、マジでやばい。9種類決定だけど、実はヤムヤムが出てません。キラキラすごいな、これ。実は遊戯王のエコヒカリラだったね。ああ、そうね、ホログラフィー、違うわ。なんて言ったか知らない。いや、待って、着るでしょ。ノー。お、あ、それはそれ、これはこれ。私服のアップ欲しかった。私服のアップ欲しかった。ってことはこの私服があるってことですよ。かな。ほら、これの私服。ヤム、ランちゃん。でね、ここでが出てくる。ね、ここじゃなくて、このアップが欲しかった。こっちね。全部アップ欲しかった。これいいですね。ね、調べるか、どうなるか。行きましょう。もう悔しいわ、なんでだよ。もう全部可愛いんだけど、まあ、書き下ろしそうだからね。からね、
チキショウ。変身前が可愛い。スーパー、そう、スーパー。大きいスーパー行けば。うちでどうだ。多分。あの、お菓子コーナーみたいなね。駄菓子屋コーナー、駄菓子コーナー。駄菓子コーナーでね、そうそう。気になった方は。ぜひ、買ってください。もう書き下ろしなんだね。書き下ろしです。ここでしか手に入らない、この絵。ぜひ、手に入れてみてください。おしょ、あしょ。